皆さん、はじめまして。埼玉県恵泉キリスト教会最強のぞみチャペル牧師の針吉也です。今回はアジアアクセスジャパン大会についてプレイズニュースでお伝えいたします。2023年の11月27日から29日まで福岡県油山シャロームチャーチを会場にアジアアクセスジャパン大会2023が開催されました。テーマはパンパータエスネ、あらゆる国民を弟子としなさいというテーマを掲げ、9月に行われた日本伝道会議第7回の後に開催される大会として、それを具体的にどのように取り組んでいくのかということを意識した集会となりました。特にこの JC7 日本伝道会議の大会会長を務められた小平真紀夫先生、アジアアクセスジャパンの理事長から日本の宣教のゴールの確認、また JEA の主事である岩上先生から JEA としての取り組みなどを分かち合っていただき、2030年の JC8 に向けての良い方向づけがなされたと思います。また宣教の達成ということで、世界宣教の達成、あらゆる未伝部族に対して証がなされていくことの取り組みを最前線でされているフィニッシング・ザ・タスクの働き人であるアン・カンヒ先生を迎えてセミナーが持たれました。どのように未伝部族に対して宣教がなされているのか先生から分かち合っていただき、励ましをいただきました。また油山シャロームチャーチ横田ポーロ先生から、あらゆる国の人々を弟子とすることを取り戻すというテーマで幸いなセッションがなされ、あるいは熊本ハーベストチャーチ中村雄先生を通して、弟子としていくということは信仰のバトンを継承していくことなんだということが分かち合われ、また過去40年以上にわたって教会を生み出し続けているクライストコミュニティチャーチの大橋健一先生、恵泉キリスト教会の大北正弘先生から、教会を生み出していく教会としての歩みの大切な視点について分かち合ってくださいました。その他、九州で出されている宣教の希望として、特に九州の未伝地で平安の子探しをしている先生からの分かち合いや、文化会として未伝地に教会を満たす親教会になる大切さ、宣教師との共同の可能性、あるいは世界宣教の達成、そしてゼロ開拓の教会の開拓の現実と恵みなどという興味深いテーマで分科会が持たれました。最後はまとめとして、永井信義先生が網を下ろしていくということ、たくさんの魚が取れたけれども網は破れなかったというメッセージから、もっと教会がつながり、網をネットを仕掛けていきましょうというチャレンジを持って、私たちの大会を終えることになりました。参加された方々はこの JC7 を出た方も出なかった方もおられましたけれども、この弟子としていくということの新しい可能性と、また本質をもう一度受け取り直したですとか、このような機会に新しい方とのつながりができて励まされたですとか、世界宣教の最前線で文字通り命をかけて取り組んでいる先生の分かち合いを通して、主の働き人としての在り方が問われたなどと、それぞれに神様からのチャレンジを受け取って大会を後にしたところです。今後はその中でアジアアクセスジャパンの教会指導者研修という牧師研修をしておりますけれども、その10人11人でぜひインドの未伝地に来て宣教を助けてくださいというチャレンジを聞いたものですから、話し合って来年にそのメンバーで実際インドの未伝地に出て行って宣教することにもなりました。そのようにして実際に出ていくきっかけとなった大会となったと思います。今後もこのような形でアジアアクセスジャパンとしても、日本の津々浦々に福音が満ち、教会が教会を生み出し、弟子が弟子を生み出していくことを願って、主に仕えていきたいと思っております。以上、埼玉県から針吉也がレポートいたしました。